はいどうも、今回紹介するのはこれまたご依頼品です。マルイの24分の1のランボルギーニイオタスポーツレーシング。なぜ、まあこれ前に、大前にお客さんと話してたんですけど、イオタってこう書くじゃないですか。どう見てもジョータだよね。でもイオタです。見ていきましょう。一応これちょっと依頼者さんのどういう風に作ってっていうのを書いてあるので、ちょっとあれですけど、よいしょ。これもね、こういう感じでね、カウルが、リアカウルが別になってるっていう風ですね。で、一応デカールついてますけど、これはもう塗装でやります。まあイオタの文字はちょっと無理かなというふうに思いますけど、ドア開閉ができて、モーターライズで、で多分丸いの今までのこの2台、これ3台目なので多分同じだと思うんですけど、あ、やっぱり舵取りができるよっていう風ですね。ギアで舵取り、まあ、ステアリング回すとできるよっていうことですね。いやー、盛りだくさんですね、やっぱり。一応再現もあるにはありますが、結構一体成形が多いですね。塗り分けがなかなか難しそう。まあ筆塗りでやるような感じになりますかね。っていう風でね。こういう風でね、いろいろと仕込んでっていう感じになってます。もう、至れり尽くせりな感じの内容になりますけど。組み立てる前に説明図をよく見る。はい、見ましょう。接着する前にパーツを合わせてみる。回してみましょう。パーツのバリア余分な出っ張りを取る。液体接着剤を筆で流すと綺麗にできる。各パーツを塗装すると、とてもリアルになります。好みに合わせてディスプレイにするかよく考える。まあ別売りでね、この辺の麦球とか電池とかモーターを入れてねっていう感じですね。FH30 モーター、今まあミニ四駆についてるやつはついてると思いますけど、昔のね、このコードがついてるやつってね、これハンダ付けされてるやつってもう今で、ここのね、あのカチコンってはめ込んで、このコース、あのコードをこうモーターにね密着させるっていうね、この金具知ってますか皆さん。金具というか、これプラスチックですけど、このね、あの FH30 モーターのね、あのところに四角い穴が2つ開いてるでしょ。あれミニ四駆やってた頃、ずーっと何なのかって分からなかったんですけど、プラモデル組んだ時にね、こうやってカチコンってはめ込むんだよとか言って、ああそうなんだーっていうことを知ったっていうこと、経験があります。はい、全然キットの話してないじゃないかっていうふうに思いますけども、まだね、これも組み上がりましたら組んでみたレビューでやりますので、その時にお話しさせてもらおうかなというふうに思います。というわけで、今回紹介させていただいたのはマルイの24分の1ランボルギーニオータスポーツレーシングでした。ご視聴いただきありがとうございました。